秋山たきのもてチャンネル。今日は初デートで男性から割り勘にされる独身女性についてお話をさせていただきます。今日この動画を最後まで見ていただくと、初デートを男性から割り勘にされるストレスから解放され、そして割り勘にしてくる男性のこれ心理っていうのがわかります。ぜひこれ最後まで聞いてください。で、まずね、これマッチングアプリ、合コン、そして結婚相談所のお見合いの後の1回目のそのデート、2人で会うデート、これ全てに共通するポイントがありますので最後まで聞いてください。で、男性にはこれ常々僕もセミナーなんかでも伝えてるんですけど、ケチな男性モテないよってね、あんまりこう割り勘って、もうきっちり割り勘する男性ってモテないよって、まあ、特にその初デート、そうじゃないですか。で、それはちょっとお伝えしてるんですけど、これね、ずっと見てるとこれ女性もいつも男性から笑顔で奢ってもらってるその女性と、いつも男性から割り勘にされてて、しかもそれ次会いたくないって NG されてる女性っていうのがこれ2つに分かれてるんですよね。この2つのパターンのその女性って、まあ、これ見た目とかそういうこと関係なく、その男性に対する振る舞いとか対応とかマインドですよね、考え方に大きな違いがあるっていうことをこれお伝えさせていただきます。で、このね、振る舞いの方法のポイントって、じゃあ2つのシチュエーションでそのデートのこれシチュエーションを分けます。一つは男性からいつも笑顔で奢られてるその女性で、男性からいつも割り勘にされて、しかも次会いたくないって NG されてるこの女性、このタイプを初デートのそのシチュエーションということをちょっと具体的にお伝えします。じゃあ初めて会いましたと、これまずうまくいつも割り勘にされたりとか、そして NG にされてるこの女性の初デートです。じゃあ男性が来ました、初デート、まさかのですよ、これちょっと極端かもわかりませんけど、まさかのお店はチェーン店のモンテローザの白木屋です。チェーン店の居酒屋です。これそれ店が悪いって言ってるわけじゃなくて、初デート、せっかくこんな綺麗な洋服で来たのに、ワクワクして来たのに、もうその時点で顔に出てるかもわかりません。どんな店選んでるのって言葉が失ってるかもわかりませんよね。で、そのお店に入ってきました。お店のね、雰囲気もいつもね、例えば会社で使うような宴会で使うようなその居酒屋で、もうそれも顔に出てるかもわかりませんね。もうちょっと雰囲気のいい店なんで選べなかったの、これ初デートですよって思ってるかもわかりませんよね。で、そして、じゃあ注文しましたと、じゃあ僕はちょっとおむそばでも食べたいかなって、おむそばってまだこれもなんかセンス悪いなって思うかもわかりませんよね。で、そのおむそばね、いや取り分けしましょうか、どうでもいいっていう話になってても会話も全然盛り上がらなかったりとか、で彼が会話ちょっとね途切れたりする時も何ももう無言の状態が続いたりとか、会話も食事も盛り上がらない。そしてもうそろそろもう時間だなって時間ばっかり気になったりとかして、そして会計が来ました、ね、6,000円、じゃあ3,000円ずつで、おいおいおい、でも二度とこれ会いたくない、そしてね、二度と会いたくない、これあなたは思ってるかもわかりません、もしあなたがこれ割り勘されててね。じゃあ男性もこれ次会いたいと思ってないですよね。 NG が来てることが多いんです。じゃあいつも逆に男性から笑顔で思ってもらってる女性ってどんなことをしてるのかなんですよ。店に行きました、同じように店に行きました、店を見たらまさかの、初デートでモンテローザの、まあ、白木屋だったと。これ白木屋が悪いって言ってるわけじゃないんですよ。初デートでこの店選ぶかっていう話なんですよね。でもその女性は、わあ私白木屋大好き、会社でもちょっと行ったりするんです、会社の友達とかと行ったりするんです、そんな言葉を言うんですよ。何かって言ったら、これ何が違うかって言ったら、この男性が笑顔になるっていうことを中心にこの会話してるんですよ。もしかしたらこの男性って恋愛経験全然なくて、でしかも堅実でお店の選び方も分からなくて、行ったことあるその食事に外食に行ったことあるそのお店っていうのが、もしかしたらそういう白木屋とか あんまり店が知らなかったりとか、逆に食べログで見て写真が良くて、その選んで、かも分かりませんね、選んだかも分かりませんよね。で、一つね、まあこの例えばこれ堅実な男性だったとして、堅実な男性って結婚したら基本的にはお金の管理がきっちりできてるので結婚には向いてる男性なんですよね。で、そして、店に入っていたと、ね、男性もちょっと笑顔になってます、まあちょっと予約しましたんでみたいなね、店に入っていたと、店の雰囲気普通、あ、じゃあ落ち着きますねとかって、ね、相手が笑顔になるんだな、そういう言葉出ますよね。そして席に着いたと、じゃあ僕がおむそば頼みましょうか、おむそばがこう来ました、あ、じゃあ美味しそうとかってね、じゃあおむそば取り分けましょうかって言ったら、あ、私がやりますとかって言えるわけなんですね。会話も盛り上がって、彼がちょっと会話がこう途切れた時とかに、
え、じゃあ、何々さんは、秋山さんは、お仕事でどんなことをされてるんですかと。休日の時はどんなことをされてるんですかって。え、気遣いしながら会話も引き出してあげて、会話もどんどん盛り上がって、食事も盛り上がるわけなんですよ。あっという間にその時間が過ぎて、時計も、あ、もうこんな時間だってなってて、でそして、会計が来たと。ね、6000円です。じゃあ、ちょっと僕が出します。ってなっちゃうんですよね。でそして、次会いたいってなってるわけなんです。でそして、すぐこう、うまくいったりとか、するわけなんですけども、でさっきの、いつもこれ断ってるその女性、断られてるその女性、割り勘にされて断られてる女性が、そのね、男性が次会った女性とうまくいって結婚にね、結びついて、それから幸せな結婚生活を送ってることっていうのも僕結構見てるわけなんですよね。これ、割り勘にされる確率って、基本的にこれ少ないんですよね。ね、まあ、ケチな男性はもちろんこれ、モテないっていうのはこれ男性にちょっとお伝えしてますからね。これ女性が悪いとかそんなことじゃなくてね。やっぱり、ね、初デート、本当に、その、女性を楽しませて、楽しませるっていうのが、その場を作るっていうのが、ね、男性としてもこれ大切なところなんですけど、女性を楽しむ場を作るっていうことがこれ大切なんですよ。これお互いなんですよね。今日はお話しさせていただいたのは、男性から割り勘にされる独身女性。そして、いつも男性に笑顔でお金を出してもらってるこれ、女性。あ、じゃあ私もそこそこさせてもらいますから、別にそれ奢っていりません。そうじゃなく、逆に、一番大切なポイントっていうのは、男性をいかに楽しい場を作れるか、笑顔にする場が作れるかっていう。これ、男性が思うのも大切だし、女性が思うのもこれ大切なんですよ。そうすると本当に、進展していくわけなんですね。うん。そして、割り勘のこれストレスから、解放されるわけなんですよ。モテチャンネルでは、モテる人のあり方、コミュニケーションということをどんどん発信していきますので、チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。